デイビッド風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間のホープアベニューです。このコーナーでは希望あふれるメッセージを皆様のもとにお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。最近発見したことに、自分がいろんな人にアドバイスしている一つ一つのことを自分に当てはめたら、これはすごいことになるなと思ったことがあったんですね。いろんな人の相談を受けたりすることもあるんですけれども、そこで結構他人のことっていうのは客観的にアドバイスができるんですよね。まあいろんなね、お手伝いさせていただいたりして感謝されたら本当に嬉しいことがあります。でよくよく考えてみますと、他人のことは客観的に見えて、仮に的確なアドバイスができるとして、一体自分はどれだけ見えているのかなとも考えたりしたんですね。そしていろんな人のここをこういうふうに直したらきっと素晴らしいよねっていうことをまず自分に当てはめてみたらどうかなと思ったんですね。例えばね、朝早く起きたら健康にいいんじゃないんですかって、もし誰かに言ったら自分が早起きしたらいいんですよね。で結構アドバイスしてること自分でやってないこと多いじゃないなんてことにも気がつきまして、ちょっと反省しているところがあります。でそれは何かというと、自分を客観的に見るという訓練がやっぱり必要なんですね。やっぱりこの鳥の目になって上から物を見るっていうのは結構重要なんじゃないんでしょうか。バイブルにはこのように書いてあるところがあります。義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。義に飢え乾く者、正しいことをですね追求する人っていうのは、もちろんお仕事でそういうことをしている方、ジャーナリストの方ですとかね、そういう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、正義感っていうんでしょうかね。でもこの義というのは神様の義なんですね。バイブルですから、義に飢え乾く者は幸いです、本当の正しさ、これは実は人間ではなくて、客観的なものの見方のできない人間ではなくて、上から見てくださる神様の義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。自分の正義を振りかざしたり、あの人が悪いこの人が悪いっていうんじゃなくて、神様の正しさをとことん求める、その時にやっと私たちは満ち足りた心になるんではないでしょうか。先ほど他人のことはよく見えるけど自分のことはよく見えない、東大元暮らしなんて言いますよね。ですから私の課題はまず自分を客観的に見直そう、そして本当に正しい神様の正しさだけを求めよう、そうすれば義に飢え乾くものは幸いですというイエス・キリストの言葉が聞こえてきます。そしてこのように言われます、その人たちは満ち足りるから。これが今日のホープアベニューのメッセージでした。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。See you next time. God bless you. And remember, Jesus loves you. Bye bye.